しげおさん、新年のメッセージありがとうございます。とっても上手ですね、トークが。そして爽やかな笑顔もいいですね。笑顔は崩れずに YouTube 放送できるってことは一つの才能だと思うんですよ。これからも続けていただきたいと思います。そしてですね、この動画はですね、同じく速稼塾の塾生さんにも参考になる動画になると思いますので、ここからねしっかりと聞いていただきたいと思います。まずね、FX のなんかね、スタディを重吉さん目指されていたようですけども、いっそですね、重吉さんは Zoom なり YouTube ライブなどで FX のことについてお話しされたらいいと思うんですよ。週に1回でも月に1回でもいいと思いますけども、自分がなんで FX をしたのかとか、 FX の難しさはどこなのか、そして多くの人がどこで挫折してしまうのかっていうところをね、話していくっていうのも一つのコンテンツになっていくと思いますし、実際のトレードっていうのを出さなくてもきちんと FX のことについて語ることはできるんですよね。そして FX に動機づけることもできます。で、私がいつも言ってますけども、 FX の動画を作ると何がいいかっていうと、 FX の口座開設の広告がつくんですよ。これの単価が高いんですよね。まあ、残念ながらまだね、広告収入は得るほどにはなっていないと思いますけども、まあ、練習のつもりで、これ1000人に、ね、達するまで FX のコンテンツ作ってもいいんじゃないかなと思いますよね。とっても伝え方が上手なんで、非常に、ね、参考になると思います。いつも、ね、百戦錬磨じゃないと FX の講座ができないってことではないんですよ。自分の苦手なところをどんどん放送していくことと、自分がなんで、ね、もう一歩先に出れないのかってことは非常に共感を生むと思いますので、私もですね、FX 全く勝ってない時に半年間放送していたんですけども、視聴者数はね数百人いたわけですよ。もう逆に言うと今より多いわけなんですよね。不思議なもんですよね。共感っていうのは勝てる人よりも勝てない人の方が呼ぶってこともあるのかなというふうに私は自分の人生を振り返ってるわけなんですけどね。そしてですね、その他にもZoom ですよね。Zoom のライブをやっぱり使っていったらいいと思いますんで、ぜひね、私と Zoom ライブ何かのテーマでやっていきたいと思いますけども、いかがでしょうか。時間を取っていきたいと思います。私はね、今年は塾生さんとどんどんね、Zoom のライブ対談をしていって、塾生さんのその視聴率を上げていきたいなと思ってるわけなんですよね。まあそういう意味でも協力できると思いますんで、これを機会にちょっとね、 Zoom 対談っていうのを、ご検討いただければと思います。よろしくお願いします。そしてですね、次 YouTube のことについてなんですけども、 YouTube はね結構使い勝手がよくって、まずはね、たくさんアップロードすることなんですよ。その中で私ね、キックボクシングのインストラクターをされていて、それが結構ね今人気だということなんで、ぜひこれを提案したいと思います。インストラクターとして、まあ、いろんな方と関わると思いますけども、そのエピソードをもちろんね、個人情報に配慮しながら、まあ、今日はこんなことがありましたとか、こんな問題解決をしました、今日はこんな入会者がありまして、私はこういうことをね第一歩として伝えてるんですとか、キックボクシングをする上で そのマインドセットですね、こういう気持ちでやりましょうとか、継続する秘訣とかね、こういったものをその日その日あったことを元にですね、5分前後でお話しするといいんじゃないかなと思います。同時にですね、インストラクターとして生徒さんを教えてるわけですよね。生徒さんに、僕 YouTube チャンネルやってるんですっていうふうに語りかけることでですね、視聴者数っていうのを確実に増やすことができますし、実際ね、この生徒さんが自分の先生が YouTube をやってるってことがどれだけ名誉なことなのかってことなんですよ。ぜひね、そういうことも込みで、インストラクターの仕事がもしね順調であるならあるほど、そういうことをやっていったらいいと思います。もちろん会社の方にも一言申し上げてね、こういうことをさせてもらいます、絶対匿名でやりますとかね、そういったことで承認をいただいていくことと、あと一つね、会社の宣伝にもなるじゃないですかってことで、実はね、会社の宣伝塔として自分は YouTube という部門をやりますよってことを買って出るっていうのは、まあ会社としても否定しにくい状況になるんじゃないかなと思います。そしてこれはちょっとね、いやらしい言い方なんですけども、そのキックボクシングという業界、もしくはその会社がもしね、社用に入っても、これ YouTube をやってる人だけは生き残るんですよ。しかもリモートでも OK なんで、多分ね、これは卑怯な言い方になりますけども、その会社が集客した人を重吉さんだけのお客さんにする可能性も出てくるんですよね。まあ、そういったこともちょっとね、懐刀のつて、まあ、腹の中に入れといてもいいんではないかなというふうに思います。要するにね、リアル活動しているものをそのまんま YouTube で表現していくってことなんですよ。そうすると、わざわざ YouTube のネタをリアルとは別にわざわざ作り出すってことはね、なくなりますんでね、結構ね、リアルとネットの融合っていう言葉になってくると思うんですよ。私も実際、対面でコンサルを受けた人のことを YouTube で話すことがあったり、今日起きたエピソードを YouTube で話すことでライブ放送ができたりとかしてますんでね、今でしたら年末年始どのように過ごしていくのか、そしてトレーニングが始まった時に、いきなりねブクブクにならないように最低限気をつけることは何なのか、私の場合はメリハリつけて1月1日は何でも好きにやるというふうに考えてるんですよ。その代わり
1月3日4日あたりからは激務をね、激務っていうかハードトレーニングを覚悟するみたいなことで組み立ててますけどね、やっぱりね、思いっきり気を抜く人、きちんとやる人、私の場合はそういうふうに切り替えているかなってところですね。まあその中でも最低限ね、お酒は飲まないってわけで、最初の一杯だけみたいなのは最低限決めてるところですけどね。それからですね、インストラクターとして YouTube 活動する上で、お話しできることといえばこういうのがあるんですよ。例えばね、年代別の YouTube やってみるとかね、トレーニング方法ですよ、健康方法が健康男と言ってますから、じゃあ30代の健康法とか40代の健康法とか10代の健康法っていうふうに、区切ってですね、こう再生リストを作ってみたらどうかなと思うんですよ。30代の健康法ってのも前半と後半に分けていくとかね、40代なんては特に40代になったばかりの40代前半と40代後半とでは全く健康方向は変わってくると思いますんでね、それからこういうふうな健康診断を受けてくださいねっていうところで医療機関の紹介することによって医療機関のアフィリエイトも効いてくるというねこともありますんでね、それからの生活習慣別ですよね、夜型なのか朝型なのかってことについても変わってくると思いますし、主婦の方なのかサラリーマンさんなのかってことでもやっぱり変わってくると思います。学生さんっていうふうにね、プライベートで体を動かしやすい人に対しても健康方法ってのはやっぱ変わってくると思いますので、それぞれ年代別、生活別で健康方法をこう送り出してもいいんじゃないかなと思います。そして肝心なのが職業別ですよね。デスクワーク、いわゆるガテン系とかね、現場系とかね、体を使う仕事の人の健康法、要するに体を使う仕事って普段体を使ってるからいいじゃないかと思いますけども、筋肉をほぐしたり、いわゆるね、ウォーミングアップのために朝軽くやる運動とかって非常に大事になってくると思うんですよ。朝血行を良くするための運動をすることによって本業が始まる9時とか10時にものすごく体が動く、そして怪我をしにくい柔軟な体になっていくってこともあると思いますので、そういうふうなね、職業別の健康方法っていうのも少しずつ紹介して、例えばオフィス系とかね、それから営業系とかね、企画とか、いろんなことがあると思うんですよ。経営者はこういうのをやった方がいいよみたいな、そういうふうなライフスタイル別の健康方法を提案していくってことで YouTube のチャンネルを増やしていくっていうのもいいんじゃないかなと。あ、これはね、チャンネルじゃなくてチャンネルですね、YouTube の再生リストって形で、基本的には一つのチャンネルでやった方がいいんでね、そういう風なんで再生数、要するに動画の本数を増やしていって再生数を狙うチャンネル登録をどんどん充実させていくってことで YouTube の収益化をしていくっていう方法もあります。そしてですね、 YouTube の中でやっぱりね、商品を売っていかないといけないと思うんですよ。今チャンネル登録が400名前後いらっしゃいますんで、まあ商品を売ってもいいレベルだとは思うんですよね。ただ再生数がいまいち伸びないなと思ったら、これはね、こういう方法があります。トレンドに乗っかっていくって感じですよね。今でしたら草薙剛さんが結婚しましたよね。で、私の速稼塾の部員さんもね、YouTube 部員さんも結構草薙さんにまつわるね、結婚おめでとうみたいな感じで、時流に乗ったフックをかけたような動画を作って、そこからね、チャンネル登録を増やしたりっていう SEO 効果を狙ってるわけなんですけども、こういった世の中の出来事に合わせてやるっていう方法もあります。もちろんね、新型コロナウイルス、2021年はこんな風な感じになってくると思うので、今のうちに免疫力を高めるためにこんな運動をしていきましょうみたいな感じで日々語りかけるのもいいんじゃないかなと思いますしね。もちろん根拠があったりなかったりはするんですけども、ただね、何もやらなければやっぱり体は絶対良くならないんで、何かをやりましょうっていう動機づけのためにフックをかける意味でタイトルのタグをつけていくとかね、それからハッシュタグをつけていくみたいな YouTuber らしい、こういうふうなね、テクニックも使っていければなと思うんですけどね。はい、あやさわちゃんとの関係も始まってよかったなと思いますんで、こういうのを広げていくのが大事です。花屋龍馬さんという方がいらっしゃって、彼は岡山に住んでるんですけどもね、まあぶっちゃけ塾生ではないんですけども、最もね、塾生と関わりを持ってるやつだと思うんですよ。結構面白いでしょ。花屋龍馬っていう、まあいわゆるね、速稼塾と別のグループを作ってるんですけども、彼は去年の今頃100名ぐらいしかチャンネル登録いなかったんですよ。それがこの1年で一気にね、2000名を超える人気 YouTuber になっていったのは、やっぱりね、たくさんの人を自分の動画の中で紹介していくってことと、たくさんの人と関わっていくってこと、要するに SNS のその力をね、発揮したからだと思うんですよね。そういうのを全部使えていけると思いますんで、杉吉さんもね、今ずいぶんね、いろいろお話しましたけども、これでなんかいろいろとこう、やることが増えてきたんじゃないかなと思います。まず1個ずつやってみましょう。1個ずつね、やっぱりね、キックボクシングってのはいいですね。私もね、今ね、カンフーを改めてやりだして3年になるんですけども、なんかその英春拳っていうね、拳法をね、やってるんですよね。で、牧人っていうのを使ってこう型をやるんですけども、やっぱね、こう手首とか筋肉を鍛えてないとできないですね、カンフーっていうのは。要するに技も柔軟性がないとこう型が取れなかったり、あと牧人を叩く時でも筋肉ができてないと痛くて叩けないんですよね。
まあ、そういうところもあるんで、一人組でもなかなか体を鍛えてないと基礎力がないとできないかなというところでございますので、いろいろとね、これから私も48歳の健康法に目指していこうかと思います。いや、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは他の塾生さん、それから YouTube をご覧の皆様もね、今回の動画っていうのはいろいろ参考になったと思いますので、 YouTube 活動に生かしていただくことと、まだ YouTube がねいまいちできてない方はぜひね、自分の内側を変えるためにも外側から変えていく、要するに YouTube を始めてくださいってことなんですよね。2021年 YouTube はねますますノリに乗っていけるんではないかなと思います。ただ2020年なかなか YouTube が始められなかった方にとっては、さらにね重荷ののしかかるような1年になるかもしれません。まあ軽い気持ちでやってみればいいんじゃないですか。常に顔出しじゃなくてもいいんでね、とりあえず YouTube で自分のチャンネルに動画を1個アップするところから始めていければいいんじゃないかなと思います。そこに新しい世界が待っておりますしね、私も最大限応援させてもらいます。それではまた動画で会いましょう。失礼します。